プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。先日チームトラフグの森コーチよりご厚意で一緒に練習しませんかというお誘いをいただきました。常日頃暇を持て余している私は行きますと即答し練習に参加させていただきました。その中でなんと練習をするだけでなく動画を撮る時間もくださったのですが、私ねよくやる謎の遊びがあるんですけど、25メートルを一かき一蹴りだけで頑張るっていう遊び。2018年ダメで、2019年すごいインチキをして成功して、2020年取り忘れてたんですよ。というわけでね、2021年の集大成として、いやまだ11月なんだけど、ひとかきひとくりだけで25メートル行ってみたいと思います。グループレッスン、個人レッスン開催中、そして自由に撮影ができるレッスンも開催してみます。詳細は動画概要欄よりどうぞ。せっかくなんでまず2018年から見ていきましょうか。この時はひとかきひとくりだけで25メートル行くなんて絶対不可能だと思っていたので、ワンストロークで25メートル行くぞという意味合いでやってみました。割と普通のタイミングでドルフィンキックを打って、普通のタイミングで一かきして、普通のタイミングで一蹴りして、普通のタイミングでワンストローク。まあ目的は達成したので、これはこれでありかなと思ってます。そして2019年、これはひどいですよ。本当にひどかった。我ながら本当にひどかったと思う。何がひどかったって、一つ一つの動作が全部浮いて潜って浮いて潜っての繰り返しなんですよね。美しくなかったですね。非常に美しくなかったと思います。反省はしていません。そしてこのガンマチ、 FPS なら嫌われてますね。さあ、そして最新版2021年、見てみましょうか。これね、徐々に右側に流されてるの分かります？ちょうど潜っている深さにね、ちょうどいいところに水が噴き出る排水口がありまして、もろに影響を受けてどんどん右に流れていきました。これね、流れてなかったら多分成功したと思ってるんですよ。言い訳に過ぎませんが。というわけで1回目は失敗です。さあ次2回目、水流対策として思いっきり水の底に潜ってみました。ドルフィンキック打とうとしてんだか、平泳ぎのキック打とうとしてんだか分かんない、この足の開き具合。そしてひとかき動作をしている時でも足が動いちゃってる気がしないでもないですが、ここは見逃しました。はい、浮上します。正直ここまで潜ってると思わなかったでしょう。次回はね、こんなに潜らなくても同じことができるように頑張っていきたいと思います。ちなみにチームトラフグの方に同じことをやっていただきましたが、目の奥がグーンとするという感想をいただきました。森コーチ、チームトラフグの皆様、ありがとうございました。楽しかったです。もしよろしければこちらの動画もご覧ください。編集に手が込んでいて見てると楽しいですよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そしてコメントをぜひお待ちしてますので、よろしくお願いします。実はね、まだ撮らせていただいた動画があるので、それは徐々に出していきたいと思ってます。お楽しみにどうぞ。